はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。モローウィンドウ続きからプレイしていきたいと思います。前回はですね、アエンゴさんに頼まれていたシーフギルドの仕事をこうこなしていたんですけども、ルーマースパイダーを直す必要が出てきたということですね。でそのためにはそのスクラップメタルが4つ必要だと。で大体そのスクラップメタルはドゥーマー遺跡の中に落ちてるっていうことなんですけども、そのドゥーマー遺跡の場所がわからないということですね。で前回こう散歩しながら、探してたんですけどね、見つからずに、でこのカルデラに到着したっていう感じなんですけども、前回カルデラにもう一つシーフギルドがあるっていう話をしたんですけども、よくよく考えたらカルデラじゃないですね。カルデラじゃなくて、サドリスモラですね。なんでここは今のところ、特に関係ないんで、そうですね、今回またちょっと散歩しながらこの辺のマップ埋めながらドゥーマールインズ探しですかね。でカルデラはそうですね、ちょっといろいろ話聞きたいんですけども、話を聞いてクエストが発生するとまたややこしくなりそうなので、一旦ちょっとこの街はスルーして、まずはそのドゥーマー遺跡ですね。じゃあ埋めましょう。どういう建物なのかがわかんないので、よいしなんか裸のおっさんがいるぞ。変態がいる。クイックセーブしよう。なんで裸なんだお前。いやお前だよ。お前がぼさっと立つな。そういう趣味の人なのかな。ワインソッド。万歳ヨーストレンジャー、親切心を期待して言うが、見てわかる通り俺には手助けが必要だ。裸ですよね。腐れ魔女、
フェスタリングウィッチを見つけるのをに手を借りたい、そいつは盲目にした俺から奪い、のたれ死にさせようとしやがった。なんか魔女になんかやられたのか、身ぐるみ剥がされたのかな。絶対に腐れ魔女だ。カルデラに行く途中出会った、俺同様にこの辺この辺りのものではなくて、話すうちに旅の疲れも吹き飛んだ。とても人懐っこくて、そのなんだ、うっかり野営を共にしたの。あ、もうやったのか魔女と。そっか。ところがその晩魔女の本性を現した。俺に向かって呪文を唱えやがった。瞬きする暇さえなかった。瞬きする暇さえなかった。一切合切、使い古した衣服まで奪っていった。特に厄介なのは俺の大事なアックスかな、アックスクラウドなんとかが取られた。協力してくれ。あの女を探し出し、その腹渡を引きずり出してやろうじゃないか。なるほど。ジャーナルが更新。ハロルマーかな、ハローマーはなかなかに面白い話をした。彼は魔女に誘惑をされたらしく、その魔女は彼が眠っている間に魔法をかけ、彼の大事なエンチャントされた武器だかな、アックスを含め身ぐるみ剥がされたと。そして彼を道端に残し、通行人の晒し者にした。女を見つけるのを手伝ってやろう。流血が好きだと思ったぞ。ストレンジャー、俺か。俺は別に流血好きじゃないけど、あの女は俺を残して北西の方に行った。まだその辺で野営しているはずだ。ただ呪文のせいで方向感覚を狂わされたから間違っているかもしれん。君は俺よりこの辺に詳しそうじゃないか。案内しろ。なるほどね。彼は彼女と会ったのは北西のキャンプ。まあ父親の形見か。じゃあこの何、裸のおじさんついてくるようになってしまったな。北西って言ってたけど、頑張れ頑張れ、ネズミぐらいにやってしまえ。ダメか、なんかお前に当たってしまいそうで怖いな。よしよし、
ちかな、こっち側に行ってみよう。これやっぱり足遅いのかな。あ、あれは違うか。一応クイックセーブをして、この人じゃない、違うかな。綺麗な人だ。あ、うん、この人、うん、本当はこうなのよ KD、カルデラまで用心棒をしてもらうためにお供としてこの変態を選んだと、徐々に打ち解けて彼があまりにベタベタしてきたから、ね、眠りの呪文をかけなくてはならなかったってわけ。襲われそうになったんだこの子が。お灸を据えるつもりで身ぐるみを奪って路上に放り出しておいた、仕返しには来ないと思った、うん、いつも身につけていた大事なその武器ですね。なんだ、彼女の名前はソーシアでヒーラー、それによるとこの変態の話とは明らかに異なっていた、単に護衛として変態を雇ったと、だけなのに彼は彼女に好意的になりすぎたために、あー、なるほどね。はい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 、よくある話だ。カルデラの明治ギルドで彼が会ってくれるのならば、彼の荷物持ち物を全部返してもいい。でも今すぐはダメ、3日後か、彼にこの申し出を伝えてちょうだい。なるほど、聞いたか変態お前、3日後だってよ。今日はなんだか肌寒い。それはお前裸だからさ、それ肌寒いわ。これ、うん、3日も待てるものか。俺を助けるつもりがあるのか友よ。いや友のつもりはないけど、まさか彼女の出任せを鵜呑みにしてしまったんじゃなかろうな。待てよ、俺も騙されてる可能性があるな。もしかしたらこの変態の方が正しいのかもしれない。その気にさせて、明らかに体の関係が OK な感じと見せかけといて眠らされたと。その可能性は確かにあるな。待てよ、どっちだ。
どっちかな、まあ、セーブしてるし一回変態の味方をしてみようか。いや、何そこまでする必要はなくないか。変態。右ストレート。ああ、これは変態が押されております。お、左ジャーブ。右ストレート。ワンツーワンツー。頑張れ頑張れ。美女と野獣が。あー、変態が勝ちました。オーバーキル、オーバーキル。あ、いや、まだだ、まだだ。立ち上がった。あー、あ、これはこれは変態が欲しるか。下手ってきてるぞ。やばいやばい。なの、ファティグが削られてるからあれなのかな、倒れちゃうのかな。ちょっとしばらく眺めようか。恐ろしいよね、男女っていうのは。一度はこの女とやりたくてしょうがなかったのに、ちょっとしたことがきっかけで殴りかかるようになるっていう、この恐ろしい。女の子が、ああ、これはもう圧倒的だから、パンチだからダメージがほとんど。これもしかして俺が何か手を下さないといけないのかな。なんかそんな感じがするな。いやー、変態側につくって言ってしまったから申し訳ないが、女の子にじゃあ死んでもらうか。セーブしてるから。あ、でももうちょっとだったな、 HP。 こっちは、あ、お前は全然減ってないな。ちょっと面白くしようか。じゃあやべ、あー、今女の子に当たってしまった
そのセリフやめてくれ。死んで生成したぞ。で、あ、これか、アックス。いや、俺明らかに悪いことをしたような気がするな。マジか。あれは本当の戦士の持ち物になった。それは私さ。この選択肢もあるんだ。これを選んだら本当の最悪な人間になってしまうな。あ、ストレングスが2上昇。なるほどね。裸の人間が二人。ちょっと待てよ、ちょっとロードしよう。今度女の子側についてみようか。ソーシアを俺は信用している。やっぱ戦闘になるんだ。You will die where you stand.Give in, you're dead already. Now this is fighting. Hey! You will die where you stand. 強いな。金は持ってる。アックスへの執着が死を早めた。あれは誰か使いこなせる人に預けます。助力を感謝するわ、ストレンジャー。彼は私を殺したがっていたんだから、思いとどまらせるのはどのみち無理な話だった。このポーションをお礼に受け取って、助けが必要になったらいつでも言ってちょうだい。ポーションか。報酬だけを考えると変態側についた方が良さそうな感じがするんだけど。ソーシアは、私が護衛したことにとても感謝し、リワードとして3つのポーションをくれた。彼女は困った時に助けることが彼女が困った時に助けることができて私は嬉しく思った。
どっちだろう、まあどっちでもいいんだろうけど、これかな。変態には死んでもらおう仕方がない。まあ報酬としてはストレングス上がるのは魅力的なんですけどね。もらったポーションはこの辺かな多分。あーでもかなりいいポーションだ。クイックセーブで、ここを右に行くとと、アエンゴスさんのいる町だ。こっちはこっちか。こっちかな。じゃあこっちは何だろう。強いな。あ、レベルが上げられる。いやー、
これは違うし、休もうかな。寝る場所あるかな。あ、この辺使っちゃダメか。なんか偉そうな人、おお、なんだ、いや、ちょっと話しかけるのやめとこう。普通の人が寝れるような場所はなさそうだな。とりあえずアエンゴさんの町まで帰ってきちゃったけど、確かにここ寝れる場所がなかったと思ったんだけどな。宿屋、よいしょ。階段降りて右手の部屋。スピーク、うわー、すごいな。ここかな、こっちか。やっぱこのかけるがついてるのを上げた方がいいってことですよね、どうせだったら。アジリティ、ストレングス、スピード、はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。